副大臣を就任会見を始めさせていただきます。本日は無事に距離も取っておりまして、アクリルバーセッターにしておりますので、副大臣を待ち外しての対応を発表いたします。では、冒頭、副大臣から。はい、じゃあすみません、私からでありますが、この度副大臣を拝命いたしました田畑博明と申します。中西副大臣と協力をしてですね、金子大臣をお支えをし、総務省行政をしっかり前に進めていきたいというふうに思います。タムはですね、行政評価、また統計恩給、また地方自治、地方財政、地方税制と、また消防ということになります。いずれにしましても国民生活に大変密着した総務省でございますので、チームワークを持ってとにかく国民の生活、また地方の充実のために力を尽くしていきたいというふうに思います。どうか皆様よろしくお願いいたします。続きまして、田畑副大臣とともに総務副大臣を拝命いたしました中西雄介でございます。タムは情報通信、放送行政、あるいは郵政、こうしたことを中心に担当させていただきます。徳島県と高知県という、四国の小さな自治体の選出であります。四国という地域に生まれて、しかし都市部でも負けない力強いまちづくりができるというふうな確信を持ちながら、参議院議員として今務めをさせていただいています。特に情報通信分野、また放送分野は前任の三役の方々の牽引もあって、世界で日本の存在感を示し得る分野に今育ちつつあるというふうな確信を持っています。これから金子大臣をしっかりと田畑大臣とともにお支えをしながらですね、日本が世界でしっかり存在感を示せる、そうした総務行政を目指していきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。幹事社の毎日新聞村尾と申します。幹事社から一問、両副大臣に、お聞きいたします。それぞれ分担される担務の中でですね、さまざま課題があると思いますけれども、改めましてそういった課題にどう、対応していくのか抱負をお願いいたします。はい、それでは私からでありますが、特に地方自治、地方税財政担当ということでございますので、今コロナ禍においてもですね、まだ収束に向けての道半ばでございますが、国と地方の関係についてもやはりしっかり整理をしなければいけないことがあるというふうにも認識してございますので、そうしたことにも取り組んでいきたいというふうに思います。またやはり我が国やっぱり彩りある地方があって、この国全体が成り立っているというふうに承知をしています。私のふるさとは富山でございまして、私は地方議会議員も経験をし、やっぱりそれぞれ地方において、なんて言いますかね、独自のやっぱり地方づくり、地方創生というのが行われており、それをしっかり総務省としてバックアップをすることは大変大事なことではなかろうかなというふうに思います。また総務省からも官僚がですね、各都道府県ですとか市町へもご出向したりですとか、いろんな地域づくり、まちづくりのお手伝いをしてございますが、そうしたポテンシャルをですね、より改めて整理をしながら引き伸ばしていくということにも力を尽くしていきたいなというふうに思ってございます。またこのコロナ感染症対策で、このテレワークとかですね、在宅勤務ですとか、また滞在型のさまざまな働き方も含めてですね、やっぱり変わり目だというふうに思いますので、いろんな課題点も整理をしながら、国民の皆さんやまた事業者の皆さん方がそうした新しい働き方をしっかり前に進めれることについて、総務省としてですね、お手伝いできることについてしっかり、取り組んでいきたいなというふうに思っています。合わせてもう一つ、大臣はですね、やっぱり防災ですとか、そうした観点も非常に造詣の深い大臣でございます。あってはならないと思いますが、やっぱり災害が起きた時の被災自治体や被災者への支援というのもですね、これはもう当然迅速にしっかりまた過去の教訓を生かして対応できる、そうしたことについてもですね、対応力を持って取り組んでいきたいなというふうに思います。以上です。はい、私も今田畑副大臣おっしゃった問題意識とか考え方は非常に共感をしております。特に生活様式がこの約もう2年にもなりますけれども、コロナ禍で大きく変化をしています。テレワークを通じた働き方改革とか、あるいはデュアルライフとか、都会部にいなくても仕事を遂行できるような今社会環境が生まれつつある、こうしたことを踏まえて、よりこのデジタルトランスフォーメーションというものを国民の皆さんに身近に感じていただけるようなバックアップを省として進めていければいいなというふうに思っています。
また災害のことにつきましても今お触れになりましたが、いざこの災害に直面をしたときに、まずもって情報が通信が途絶えてしまうと、まあ、このことによって大きな弊害も我々大災害で経験をしてきました。通信の強靭化というものも極めて重要な世界だと思っていますし、サプライチェーンの強靭化とか、あるいは情報機器の開発、こうしたこともですね、ショートしてバックアップをしなければいけないなというふうに思います。また郵政とか通信、あるいはビヨンド 5G のような分野におきましては、日本のその先進性、この技術力というのが世界でも評価をされつつあります。やはり日本の良さというのは品質であり、チームワークであり、そして一体感、まあ、こういうものが高く世界でも評価をされるわけでありますので、情報通信の分野でも世界に先駆けられるように頑張りたいと思っています。加えてこれはもう岸田内閣の看板政策でありますが、デジタル田園都市構想、まあ、私同じ四国でいきますと、まあ、大平正芳元首相がですね、田園都市構想というのをおっしゃったわけですが、やっぱりデジタルというものを使ってより地方の魅力を増大化させる、まあ、そういうことをバックアップする、まだまだその国民の認識としてデジタルというものが身近ではない側面も多いと思います。特に地方行政の現場におられる方々も、もっと効率的で効果的な活用の仕方というのがあると思っていますので、これが副大臣田畑先生とともにですね、勉強して取り組んでいきたいと思っています。共同通信の津川です。よろしくお願いいたします。先ほど長島副大臣の発言もあった、岸田首相が、まあ、デジタル田園都市構想を掲げられていますが、まあ、両副大臣にお聞きしたいんですけれども、まあ、これは人口減少対策であったりとか、あと、まあ、統計局収支の是正という課題にどう向き合う、解消のための、まあ、取り組みだと思われるんですけれども、それぞれと所管の中で、まあ、具体的にどういった取り組みを行いたいと考えているか、考えを聞かせてください。はい、まあ、デジタルへの取り組みということでよろしいですね、今の趣旨は。はい、まあ、もちろん各自治体におけるですね、DX の重要性というのはもう論を待たないわけでありますので、総務省としてもしっかりバックアップをしてまいりますし、これやっぱりデジタル化が進むことによってですね、まあ、住民の皆さんのやっぱり住民サービスが向上する、また行政の手続きが簡素化されて、やはり省力化ですとか利便性が向上するという流れをしっかり作り出していかなければいけないと思っています。まあ、総務省もですね、自治体の DX の推進計画を今定めたところでありますので、まずはやっぱりそれをしっかり推進をしていくということが大事でありますし、まあ、自治体によっては当然財政力の差もございますし、やっぱり自治体に対する財政的な支援ですね、これもしっかり視野に入れて取り組まなければいけないというふうに思っております。まあ、これからどこに住まれても、まあ、仕事も含めてですね、自分の能力が発揮をでき、そして、幸せを享受できるような地域づくりというのが大変大事でありますので、その切り口から観点から言ってもですね、やっぱり自治体の DX 化、これをしっかり全面的に総務省としてお支えをし進めていくというつもりで取り組んでいきたいというふうに思います。またマイナンバーカードもですね、これは令和4年度末でおおむねの国民の皆さんがご利用いただくということが目標に掲げてございます。まあ、まだ4割をちょっと切っているぐらいでありますので、特にここ1年間というのは大変大事な時期だというふうに思いますので、今月からは医療機関でのですね、顔認証サービスも適用されるということでありますので、まあ、国民の皆さん方に、それぞれの国民が利便性を感じていただくマイナンバーカードだということをもっと知らしめていきたいというふうに思いますし、まあ、そのことがそれぞれの皆さんの生活の質につながるということにもつなげていきたいなというふうに思います。以上です。デジタル田園都市の話でありますが、まあ、デジタル化社会というのはゴールではないと思っています。デジタルを使ってそれをツールとしながらどういう社会像を作れるかということが大切だろうというふうに思っています。身近な例でいきましたら、地元の徳島県、今サテライトオフィスの誘致というのを非常に努力をしていただいてまして、2年前に参議院総務委員会で質問をさせていただいたんですが、まあ、北海道と並んでトップを走るような状況が作れています。70万人の県でそういう取り組みができるということを励みに取り組まなきゃいけないなというふうに思っています。働き方、生活の仕方を変えるということが一つだろうと思います。でもう一つ具体的な例で挙げると、ちょうど水産部会長をやっているときにですね、総務省の復興事業の実証実験というか実証事業がありました。宮城県で定置網に
ICT 機器を取り付けてですね、翌日どれぐらいの魚が取れるかという実証実験を実はしたことがあります。センサーをいろんなカメラや温度計やいろんなセンサーをつけるんですが、そういうデータを蓄積していくとですね、翌日にこの網の中に入る魚の種類と量がなんと打率7割を超えて予測ができるという、そういう結果がもうすでにあります。例えばそれが一次産業、水産業や農業、あるいは林業等々で活用できるとですね、翌日取れる魚が分かるということは、どういう値でこのお店で刺身の一皿を出せるか、こういうことに結びつけば、まさに生産者への所得の戻りが幅が大きくなりますし、付加価値の高い産業の生産物を出すことができるということにつながってきます。まさにデジタル田園都市というものは、そうした所得、働き方にとってもまた戻ってくる、そういう賃金の上昇に対しても非常に効果の高い分野だと思っていますので、活用した好事例というものをですね、ぜひ横展開をしながら、こうした最新の機材とかデータとか、そうしたものを駆動できる社会に進めていきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。